はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに群馬県でもう大人気、みんながですねこぞって通う二郎系ラーメン店、この赤木さんというラーメン店がですね、大田市に、2店舗目新店をオープンしまして、今日はですねこちらのお店で通常のラーメンや汁なしを食べていこうかなと思っております。本店が移転する前から赤木さんではいろいろとねデカ盛りなんかをいただいた動画多数あるんですけれども、今回ね2店舗目オープンして1回目の来店ということで、せっかくですからねデカ盛り等ではなくて、通常ね販売しているメニューを皆様にご紹介するような感じのね動画にできればと思っております。こちらのね赤木さんでは、通常のねトッピングと無料トッピング、別に有料トッピングなんかもね券売機の方で販売してますけれども、今回に関してはですね全てトッピングはお店のお任せで注文させていただいております。ですからね今回この赤木さんに今後初めて行くよっていうお客様は、ぜひね今回の動画を参考にしていただいて、お店もねおすすめする、トッピング構成でね美味しいラーメン食べてみてください。はい、いただきます。野菜ちょい増し、うまそう、ありがとうございます。いただきます。ということで本日この1杯目のラーメンが到着しました。1杯目にいただきますのが通常のラーメンなんですけれども、無料トッピング野菜にんにくちょい増し油ということで、それ以外にもですねこちら漬け卵もいただいておりますので、早速ね出来たてを本日いただきたいと思います。いや今日に関してはね特に大盛りとかではないですから、通常のメニューを2杯、多分ね尺的にも短くはなると思うので、せっかくですからねフル尺でね食べる姿を使いたいなと思ってますけど、よし、まあ、ひとまずはねこのスープですよ。やばいなこれ、うまそう。ああうんめ。やっぱり赤木さんはね、もちろん自家製麺もこの後食べるんで美味しい、めちゃくちゃ美味しいんですけど、このスープが好き、油、お肉で、そこで醤油の旨味と、もう全体的にね旨味の厚みが濃厚すぎるのよ。やべ、麺とか具材いくまでちょっとスープが止まんなくて、せっかくだからちょっと出来たての麺も行きたいんですけど、もうねチャーシューと野菜もパンパンですから、野菜ねうわ久々の赤木さんのラーメンやばじゃあこの豚いっちゃいましょうか。俺ねやばいっすよねしゃべんのやめよう。ちょっともうじっくり食べたいから、この麺いったら一旦しゃべんのやめよう。うまっ、やばいドストライクすぎるなこのラーメン。うまい、あうまい、つけ卵をいただいてるんですけど、今夢中になりすぎてやばいやばい、試す前に麺なくなりそう。つけ卵いきますか。せっかくなんでね、卵も黄身がね普通の卵よりもすっごい濃厚なんですよ。だからねこの卵自体も
味めちゃくちゃ濃いと思うんですけど、このベースがね仕上がりまくってるから、このね濃い黄身に全く負けないと思うんだよね。いただきます。これ唐辛子ね、生卵に、ああ好きなやつだこれ、ああうまそう。どうしよう、好きすぎるなこれ。ということでですね、本日こちら1杯目のラーメンを完食させていただきました。ごちそうさまでした。うわ久々にこんなうまみの詰まった二郎系ラーメン食ったかもしれないな。続いてはですね、赤城さんではもちろんラーメン、これが鉄板メニューなんですけれども、それに負けじと人気の汁なしがございまして、2杯目にはね本日そちらをいただこうと思っております。ということでですね、本日いただく2杯目完成しました。こちらがですね、ラーメンにも負けない人気を誇る汁なしの一杯でございます。これもね、もう見た目からわかる通りなかなかパンチあります。そしたらね、こちらもいただきます。いやでもせっかくですから、これがっつりと卵黄割って麺揚げちゃいましょう。ちょっとこれよ、くわ、いやたまらんね。うまい。このベースのタレ返しですね、そこの香り、うまみと何よりね、この麺の小麦の香りがね、もう鼻と口にね直接ダンと飛び込んでくるんで、分かりやすくうまいっすよ。このトッピングのね、辛ネギ、玉ねぎ、メンマ、野菜等々ですね、全部のトッピング混ぜ合わせましょう。あ、うまっ。あ、このやっぱね、辛ネギがめちゃくちゃ合うんだよな。
が合う。そしたら残りもですね、今半分ぐらいになってきましたので、ここでちょっと味変ですね。卓上のね、このブラックペッパーですよ。締めにこのブラックペッパーの香りをね、合わせるとものすごい合うの。ということですね、本日はこちら赤木さんの新店となりますこの2号店でですね、ベースのラーメン、そして汁なしラーメンですね、ごいただきましたけれども、好きだね、めちゃくちゃ好きです、好みに刺さりすぎもともとですね、もちろん本店さんの方ももう行列ができるぐらいね、人気店なんですけれども、同じ県内にこの2店舗目を建ててもどちらもね、変わらないぐらい行列ができる人気店ということで、この美味しさで、まあ、その人気うなずけますね。もう県内のみならず県外からもですね、この赤木さんファンが常日頃から通う、これを求めてくる、そんな絶品のラーメンでございますので、気になる方はですね、ぜひこの赤木さんのラーメン、そして汁なし、ぜひですね一度ご賞味ください。いやー、一発目の撮影が通常のねサイズでしっかりと味わえて最高でした。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄の方からチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。